はい、今回の動画は Windows11 で新しいフォルダを一瞬で作成するテクニックをご紹介します。で新しいフォルダを作成をしたいといった場合に一般的なやり方としてはですねマウスの右クリックで作るやり方ですね、まあ、フォルダを作りたいところでマウスを右クリックしてもらってこの、ね、メニューの中の新規作成のところからフォルダというところを選択をすると新しいフォルダが作成されます。 であとこのフォルダーの中にさらにフォルダーを作成したいなんていったときはです、ね、このフォルダーを開いて、この左上の新規作成のところからフォルダーで作成することもできますし、このフォルダーの中であっても、ですねこのフォルダーを作成したいところでマウスを右クリックして、新規作成からフォルダーを作成することができます。もちろん、このやり方でやってもいいんですけども、ショートカットキーを使うことによって、ですねもうちょっと素早くこの新しいフォルダーを作成することができますので、そのやり方をご紹介します。 はい、それではやってみたいと思うんですけどもそのフォルダを、ね、作成したい、ね、画面を開いた状態でキーボードのコントロールキーを押したままシフトキーを押してもらってアルファベットの N を押します。はい、そうすると、ね、こういった形で一発で,です、ね、新しいフォルダが作成されてこのフォルダ名を、ね、付けられる状態になってますのでここに、ね、フォルダ名を付けて素早く新しいフォルダを作成をすることができました。 でこれはフォルダの中にさらにフォルダを作成したいときも一緒でこのフォルダを開いた状態で先ほどと一緒でコントロールシフト N を押すことによって素早くですねフォルダを作成をすることができますで今回これは Windows 11ということで動画を作ってますけども Windows 10でも全く同じコントロールシフト N で新しいフォルダをね作成することができますんで Windows 10を使っているという方もねこのショートカット機使ってもらうと便利だと思いますそれでは今回の動画は以上になります 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。